今日はまだちょっと風が未だに残ってて、風ネタを引っ張ってるつもりはないんですけど、ちょっと鼻声で聞きづらいかもしれないんですけど、ご容赦ください。一応ね、あれから病院行かない派とか言ったんだけど、そうも言ってられなくて、一回病院に行って咳止めをもらって、また今週末、今日上がるかな、血液検査をしてもうちょっと深く調べるみたいな感じで、この前の診察は終わったんだけど、その時の先生に甘いもの好きって聞かれて、あ、もうすごい大好きですって言ったら、だから先生がちょっとうんってなったから、なんかその甘いもの食べ過ぎが原因で 何か起こってるのかもしれないっていうのはちょっと察しがついたんだけど、先生はなんかそれ以上何も言わなかったので、まあ、それはちょっと血液検査とかしてみないと分かんないものだから、まあ、もう一回ちゃんと調べてこうだったっていうのが分かるんじゃないかなと思うので、とりあえず その検査までは普通に過ごしてるっていう感じです。今日は宮古に僕の大学の同級生が移住してきて、で宮古島に住んでるんだけど、本島の方にこっちの方にちょっと用事ができたから来たって言って、お土産でもらったバナナケーキ、宮古のモンテドールっていうところの、そこのケーキを、バナナケーキをもらったんだけど、すごいこれ可愛い、初めて見た。パウンドケーキってこういう型で焼くと思うんだけど、そのミニチュア版、このちっちゃいのが見えるかな、ちょっとこれがなんかこう入って箱に入ってて、すごい可愛いミニチュアサイズのパウンドケーキね。いつもだったらこの一つぐらいのやつ僕一日こう食べちゃうぐらいなんだけど、これぐらいだったらね、多分大丈夫だと思うので、今日はこれをおやつにしたいと思います。いただきます。開ければいいのかな、開けた方がいいか、開けてちゃんとしたパウンドケーキの形になってる、可愛い。食べてみようと。美味しい。バナナケーキ、甘いお菓子もね、1日これぐらいだったら多分大丈夫だよね。いつもほんとこれの5倍ぐらい食べてるから、チートデイの日。今日はドラマの話、テレビドラマ、まあ、漫画の話をしたこともあるし、音楽の話も したことあると思うんだけど、テレビドラマもすごい昔から好きで、ワンクールほんと何十本っていう風に見てきてたりとかして、ほんと土日とかその撮った録画したドラマをずっと丸2日間見て過ごすみたいな時代もあったんだけど、まあ、最近はなんかドラマの質もなんかあんまり良くない、ほんと良くないっていうか、わかんないけど見ててもなんか全然面白くないなっていうのばっかりだったから、だんだん減ってきて、今は多分週に5、6本ぐらいとか、2022年、去年はね結構面白いドラマあって、やっぱりサイレント見てる人、見てた人もいるかと思うんだけど、サイレントはとても好きな、今でもいいなと思ってるドラマだし、あとはミステリーという流れとか、あとやんごとなき一族。やんごとなき一族はね、土屋太鳳よりもどっちかっていうと松本若菜の演技がめっちゃおかしくて、なんかそれにハマって見てたっていう感じ。あとはエルピス、エルピスもちょっと社会派のドラマで、これもハマったドラマでしょ。あとは NHK の拾われた男、中野大河のドラマ、俳優の松尾さとしさんのなんか自伝的なエッセイなのかな、それをドラマ化したっていうドラマだったんだけど、これも面白くて、2022年はそんな感じのドラマが僕の中で印象に残ってるんだけど、もともとの、ね、原点からちょっと話すると、僕が好きなドラマ、ずっとこうドラマを見続けるきっかけになったっていうのが、こちら、男女七人夏物語。これ、このドラマは多分当時中学高校とか多分なんかその辺なんだけど、それまでも多分ね、ドラマって何気なくテレビで見てたと思うんだよね。中学生とか小学校の時とかも多分見てたと思うんだけど、初めてこう毎週絶対見なくちゃ、欠かさず見なくちゃって思ったっていうドラマが、男女七人夏物語で、明石家さんまと大竹しのぶと奥田瑛二とか賀来千香子とか、まあ、鶴太郎と池上金吾も出てたりとかして、これがねめちゃめちゃ面白くて、これがねドラマにこうハマり始めたきっかけなんだよね。どっちかっていうとさ、なんか凌介、さんま演じる凌介よりも、大竹しのぶ演じる桃子の方に感情移入多分俺してたんだけど、桃子が大嫌いとかっていうセリフとかさ、橋のところでさ、なんかさ大嫌いとかってさ言うんだけどさ、なんかさ自分の中でさ、コロナ禍で反芻したりとかしてさ、それは清洲橋っていうところなんだけど、あ、清洲橋行ってみたいなと思ったりとかさ、このドラマが僕の中では前のめりで見るっていう初めてのドラマだったような気がするんだけど、男女数人が織りなすこう恋愛ドラマみたいなのの
先駆けみたいな、なんかそういう男女が数人が絡み合って、こっちとくっついて暴かれてなんとかみたいなやり取りみたいなドラマって、なんかこれがきっかけだったような、僕の中ではね、きっかけだったような気がするんですけど、まあついでのこれの秋物語っていうのがあって、まあそれもね欠かさず見てたんだけど、やっぱりねキャストが変わったりとか、あとなんかこれはちょっととても明るい桃子の、元気な桃子が見える話だったんだけど、秋物語ちょっと心機臭くて、なんかねそれがねちょっとあんまりだったんだよな。そう、脱毛あたりが僕のドラマのきっかけになりました。僕の大好きなドラマがいくつかあるんだけど、その過去のね、それをちょっと今日紹介していきたいなと思うんですけど、ついでがねこちら高校教師、これも見てた人結構多いんじゃないかと思うんだけど、僕もやっぱりドハマりしてて、あとね、うちのねお姉ちゃんがね真田広之の大ファンだったから、それでなんか一緒にテレビをつけて見るっていう感じで、最初はそんなにだったんだけど、だんだんこう野島伸司の脚本にこうハマってったっていうか、これはもう親近相関も入ってるし、同性愛の話も入ってるし、女子高生がされたりとか、なんかいろいろこう複雑な話で結構ドロドロしてる感じなんだけど、真田広之ってそれまでアクションスターで結構かっこいいたくましい感じの真田広之っていうのが、これ以前の真田広之だったんだけど、このドラマの真田広之は結構ヘナチョコな先生で、そのギャップもね結構ねハマった理由だったかもしれないね。あとね、主題歌のね僕たちの失敗もね、未だにさ僕たちの失敗がどっかで変わるとさ、すごい胸がギュッとなって切ない気持ちなんだけど、まあ、これはねもうまさに本当高校教師が頭にあるからっていう感じだから、僕たちの世代は多分こっちの高校教師が頭にあって、若い人たちはウェットワイの方の高校教師なんじゃないかなと思うんだけど、新しい方の高校教師ももちろん見た、前編見たんだけど、やっぱりねこっちの高校教師よりはちょっとパンチがないというか、まあ、比べちゃいけないのかもしれないけど、こっちの高校教師を超えられないっていう感じだった。これもめちゃめちゃハマったドラマのパート22個目です。ついでめちゃめちゃハマったドラマ3番目、こちら王様のレストラン。王様のレストランは三谷幸喜のドラマで、これは先代のシェフが亡くなって息子がそのレストランを引き継ぐことになったんだけど、なんかもうボロボロで、ボロボロっていうのは働いてる人たちも士気が低いし、出される料理も今一つこう伸びない、そこに伝説のギャルソンみたいな人がやってきて、それが昔の名前で言う松本幸四郎なんだけど、それがこう厳しくいろいろレストランに要求をしながら、シェフがもともと持ってる才能とかも見抜いたりとかして、どんどんこうレストラン良くなっていくっていう感じ。そう、これはねなんかね、シチュエーションがもう本当にレストラン内だけっていうお話だから、全部が本当レストラン内で完結してるお話で、本当に舞台みたいだから、三谷幸喜の得意な分野が発揮されてるっていう感じのドラマで、いつもレストランの中で、まあ、それが厨房だったりとかテーブル席だったりとかバーだったりとか、まあ、もちろんシーンは切り替わるんだけど、まあ、いつもレストラン内っていうのもなんかちょっと僕の中では当時面白い表現だなっていう風に思いながらずっと見てたドラマです。これも本当大好き。続いては僕のハマったドラマ4つ目はこちら、スイカ。これもね、ハピネスさんちっていうアパート中心に繰り広げられる住人たちとの話なんだけど、小泉京子とか浅岡瑠璃子とか片桐はやりとか市川美香子とかさ、そうそうたるっていうか、その僕の大好きな女優さんがずらりと出てるっていうので、もう最初ハマったんだけど、最初はねあれなんだよね、キョンキョンが勤めてる銀行のお金を横領して逃亡するんだよね。そっから話がなんか始まるんだけど、そういうのしでかすキョンキョンと、あとはなんか日常をこうぼんやり過ごしてるような小林さとみの対比みたいなものからちょっと始まるというか、そういうドラマなんだけど、僕結構日常をこうさらりとこう描いてるドラマとか映画がすごい好きで、なんかそのハピネスさんちゃのなんかとっても平和なやり取りとかさ、自然な空気感とか、そういうのにちょっとハマったっていう感じだ。これがとっても好きだったから、そのまま映画のカモメ食堂とかそういう方にもハマって、後々ハマってくんだけど、だからこう日常的な話を描いてるドラマとか映画とても好きなので、スイカはねすごいハマった。浅岡瑠璃子もめっちゃかっこよかったし、あと小林さとみのお母さん役の白石佳代子、味わいがあってすごい女優さんだなっていうふうに思って、これも
僕の中ではとてもハマって DVD まで買うことになったドラマです。スイカ好きな人いたら教えてください。あとはね、マンハッタンラブストーリー、そう、これはね、工藤官九郎のドラマで、工藤官九郎のドラマも面白いから結構いろいろ見てるんだけど、でも工藤官は朝ドラのアマチュアもめちゃめちゃ好きだったし、タイガー&ドラゴンとかさ、うぬぼれデカとかさ、まあ、その辺もすごい好きだし、マンハッタンラブストーリーのさ、そうだ、これでコーヒー飲んでる場合じゃなかった、ちょっと待って、そうそう、マンハッタンラブストーリーって純喫茶マンハッタンを舞台に繰り広げられるなんか恋愛模様なんだけど、持ってるんですよ、純喫茶マンハッタンのマーカップ、今日これじゃなくてこっちで飲めばよかった、もうすぐ大失敗で、これが B って書いてあるんだけど、登場人物の名前が ABCDEF って頭文字がついてって、これはね、及川みっちが演じるベッシーの B なんだけど、僕はね、赤羽さん演じるキョンキョンの A が欲しいなと思ったんだけど、当たったのが B でした。これ確かね、これ買ったらついてきたんじゃなかったかな、多分違うかな。そう、TOKIO のね、松岡はね、そんなに好きじゃなかったんだけどね、このドラマを見てちょっと面白いなと思った。これはね、その恋愛の片思いのこう矢印がどんどん変わってったりとかしてて、なかなか面白い話、ちょっと今ここではこうこうこうっていう風になんか説明できるような内容じゃないんだけど、これもちょっと好きなドラマです。あとはね、こちら歌姫、TOKIO の永瀬と相部咲のお話なんだけど、もうこれもめっちゃ好きで、最後めっちゃすごい、めちゃめちゃ泣いた。これも記憶をなくした日本兵特攻隊だったかな、記憶をなくした永瀬が10年間この記憶をなくしながら映画館で働くんだけど、そこの娘が相部咲で、その相部咲と永瀬のこうやり取りとか恋愛のあれとかがあって、ま、めちゃめちゃ切なくて、最後結局さ、記憶をなくした永瀬にさ、奥さんと子供がいたっていうことになって、でそっからちょっと話のベクトルが変わっちゃうんだよね。もうそっからからもうとっても切なくて、そう、最後も号泣したドラマ歌姫です。そう、この辺がね、僕の中ですごいねハマったドラマ、他にもハマったドラマいろいろあるんだけど、おなじみの昨日何食べた、これもなんかね、これもね賛否あるみたいなんだけど、僕はねめちゃめちゃハマって、結構なんか僕たちみたいなカップルの、あ、そうそう、わかるわかるっていうような会話とか、一緒にご飯食べたりとか、なんかそういう世界観が僕たち のこう生活と通じるものがあって、結構泣いたり笑ったりとかして、あ、そうそう、わかるわかるっていうドラマだった。昨日何食べた、あとはこれもめちゃめちゃハマりました、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。これはなんかちょっと夢物語、僕から見たら夢物語なんだけど、町田くん演じる黒沢目線で最初見てて、あ、うん、わかるわかるっていう風な、なんか自分がゲイだけどゲイだって言えないし、でも好きな気持ちって抑えられないっていうので、結構共感してなんか涙出たりとかすることもあったんだけど、だんだんね赤楚くんのなんか感じ方みたいなものとかになんかグーってなんか引き寄せられる感じになっちゃって、そうみたいな感じです。なんかあんまりそう一つずつの説明ちょっとできないから、どんな話なのか、ね、伝わりづらかったかもしれないんだけど、うん、こんな感じで、きっかけは男女7人夏物語から始まって、ドラマ前のめりになって毎週いろいろこうハマってみるようになったっていう感じ、うん、今はね、今期のドラマは今見てるのは北川景子ちゃん主演の女神の教室と、あとバカリズムが脚本のブラッシュアップライフ、そのバカリズムが脚本のドラマとかは結構好きで、素敵な選択肢とかさ、格を追えるなんとかなんとかとか、バカリズムは脚本っていうだけでなんかちょっと面白いっていう予感がしちゃうから、彼がなんか書くよっていう時は見るようにしてて、やっぱり今回もねブラッシュアップライフもめちゃめちゃ面白い。あとは今 NHK の大奥、大奥はね富永愛の初回の回の話がちょっと面白くて、原作がさっきの昨日何食べたの吉永文の原作の漫画をドラマ化してるんだけど、一応第1話見たんだけど、第2話第3話はもう見てるんだけど、この後中里依紗が出てくるみたいなんで、中里依紗の演技僕好きなのでちょっと見続けようかと思ってます。あとは星降る夜にとリバーサルオーケストラも一応今のところ見続けて、でこの後の話の展開によって見ようか見ないかちょっと今迷ってる感じ。1話目で離脱したのも結構今回あるんだけど、今見てるのはそんな感じ。あとは大河のどうする徳川家康を見てるんだけど、やっぱりちょっと鎌倉殿のインパクトがありすぎて、どうしようかな、続けようかな、どうしようかなっていう感じ
かな、今回は。だからまた今回も多分そんな多くない、4、5本で最終的には残るのは4、5本かなっていう感じです。昔はなんかもうちょっと質がいいドラマの量が多かったような錯覚かもしれないけど、なんかそんな気がしてるんだけど、最近はなんかちょっとドラマの枠が多すぎて、何でもかんでもドラマで、もうなんかずっと深夜もドラマだし、お笑いの枠だったらドラマになって、またドラマになって、ドラマになってみたいな、すごい詰め込みでやってる感じがあって、それぞれがなんかちゃんとしてるドラマもあるけど、一つ一つのクオリティで見るとなんかこれ見続けられる体力がこっちにないなっていう風に感じちゃうものが多くて、見るものは増えた分だけすごい逆にギュッてなんか見るもの減っちゃったっていう感じなんだけど、皆さんはどういうドラマが好きですか？過去に このドラマが一番だったとか、今見てるのはこういうドラマですよとかっていうのがあったら、ぜひ教えてください。そう、ちょっと駆け足で早くして喋っちゃったけど、そうドラマ大好きなんで、またドラマの話できたらいいなと思います。ということで今日はドラマの話をしてみました。また次回。そうなかそう今ね、風邪ひいてるから、なかなかちょっとね外に出かけられないから、おしゃべり動画がこう連続してるけど、また元気になったら太郎と外に出かけて、デート動画撮りたいなと思ってるので、そちらの方も楽しみにしていてください。ではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。